皆さん、こんにちは。ハイトーチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は9月が権利確定の株主優待銘柄のうち、カタログギフトなどがもらえる銘柄を5つ紹介します。選ぶのが楽しいカタログギフト、食品や雑貨、その時その時で欲しいものが変わるので、株主優待としてカタログギフトがもらえるのは助かります。 カタログギフトなどがもらえる銘柄を紹介していきます。今回利回りの計算で使う株価は2020年7月13日月曜日の終わり値を使っています。それでは証券コード中に始めます。1952の新日本空調原理力の空調も手掛ける空調設備工事の会社です。 独自の技術、微粒子可視化システムという技術も有名です。権利確定は3月と9月、2358円 ×300 株、70万7400円で2000円分のカタログギフトがもらえます。カタログギフトについては3月分でもらえるということになっています。9月には1000円相当のクオカード、しかもクオカードをもらうには 2年以上の継続保有が条件ということで、なぜ9月のカタログギフト優待でこの目柄を候補に挙げたのかと皆さんからツッコミが入るのをビクビクしながら収録しているところです。3月分の2000円相当のカタログギフトについては300株以上で一律となります。株価は5月28日の高値2775円から417円、15%下がっている状況。 財務は安心と言える状況です。自己資本比率45%、DE レシオ0.2倍、流動比率141%となっています。営業キャッシュフローマージン比率も高めの9.3%です。利益率も悪くなくて営業利益率5.3%、純利益率3.8%となっています。お金を稼ぐ力もあると言えるレベルで、 ROE10.4%、ROA4.7%、e Ro e、となっています前のきの配当金は記念配当10円と特別配当5円を合わせて合計70円でした配当成功はちょうどいい35%今回の予想は未定です仮に前抜きの記念と特別を抜かした55円だったとすると利回りは2.3%となります 優待利回り0.3%と合わせた総合利回りは2.6%となります。財務も業績もそこまで悪くないのですが、3%は欲しいかなという感じです。2773のミーチュアル。梱包に関する機械の会社です。薬、化粧品、 食品に関する梱包が中心となっています837円 ×100 株83,700円で1500円分の選べる優待品がもらえます選べる優待品については7つの商品の中から選べて2019年はベルギーワッフル詰め合わせ自然薯うどんカレーお菓子のセットスライサーセット LED ライト ピクニックなどで使えるテーブルとなっています。今紹介したのは100株保有でもらえる1500円相当の商品です。1000株だと3000円、5000株だと5000円相当となります。利回りで考えると100株保有がベストです。株価は2月6日の高値950円から113円、11.9%下がっている状況。 ミックス係数が6.5倍ということで割安感があります。さらに財務も安心できる状況です。自己資本比率60%、DE レシオ0、流動比率223%となっています。営業キャッシュフローマージン比率は普通で5.1%です。利益率が良くて営業利益率10.4%、純利益率6.4%となっています。 ROE 8.1%、ROA、e Ro e、4.9%というのも悪くありません。前のきの配当金が25円で、配当成功が21%でした。今回の予想も25円です。利回りが3、有待利回りの1.8と合わせて、総合利回り4.8%となっています。割安感もあって財務が安定していて、業績も悪くないということで、魅力的な利回りだと思います。 8157の続き電気通信と情報システムが中心の会社です2063円 ×100 株206300円で1000円分の自社オリジナルカタログ商品がもらえます100株以上で1000円相当1000株以上で3000円相当となっていますす。利回りで考えると100株保有がベストです株価は 最近年初来高値を更新し続けていて7月13日にも13日にも更新して2076円となっています13日の終わり値は高値から13円0.6%下がっている状況財務は良いわけではありませんが心配するほどではありません自己資本比率 38%DE レシオ0.4倍 流動比率174%となっています。営業キャッシュフローマージン比率も6.4%と悪くありません。利益率はそこまで高くなくて、営業利益率3.6%、純利益率2.5%となっています。ROE は10.6%と高めですが、純利益率がそこまで高くないので、素直に喜べないという感じ。 ROA は4.1%と悪くありません。前抜きの配当金は55円、配当成功は30%でした。今回の予想は31円です。利回りが1.5、優待利回りが0.5、総合利回り 2%, 2となっています。年初来高値を更新している状況で、あえて買う必要もないのかなと思います。 9446の堺ホールディングス東海地方を中心とした携帯電話の販売店です。携帯電話以外にも太陽光発電、保健コールセンター、総裁なども展開しています。528円 ×500 株264000円で2000円分のカタログギフトがもらえます。カタログギフトについては500株以上で一律に2000円相当となります。 堺の株主優待は以前は自社携帯ショップで使える株主優待券でしたが2019年9月からカトログギフトに変更されています株価は2月26日の高値776円から248円32%下がっている状況財務は危険といえる水準です自己資本比率 11%DE レシオ6.9倍流動比率105%となっています 営業キャッシュフローマージン比率は普通の5.1%。利益率はそこまで悪くなくて営業利益率5.9%。純利益率2.2%となっています。ROE が12.7%と良いのは財務レバレッジが9.1倍と高いからです。借金が多いということ。 ですが、そこまで借金をしている割に純利益率がそこまで高くなく、総資産回転率も0.6回と低いので残念な感じです。ROA も1.4%と低めです。前のきの配当金は25円で、配当成功が70%とちょっと無理をしている状況でした。今回も据え置きの25円の予想で、配当利回りが4.7%、 優待利回りの0.8%と合わせて総合利回り5.5%となっています5%以上で数字だけ見ると魅力的ですが財務が厳しいのでなかなか手が出しにくい銘柄だと思います9728の日本管財ビルや住宅の清掃警備を中心にした総合管理会社です 権利確定は3月と9月1921円 ×100 株192100円で4000円分のカタログギフトがもらえます。カタログギフトについては年に2回2000円相当の商品を選ぶことができて合計4000円分です。3年以上の継続保有だと3000円相当が年に2回で合計2000円アップの6000円相当となります。 株価は1月22日の高値、1998円から77円3.9%下がっている状況。財務は安心できる状況です。自己資本比率67%、TE レシオ0倍、流動比率325%となっています。営業キャッシュフローマージン比率は4%で高くありませんし、 利益率も普通といったところで営業利益率6.4%純利益率4.1%となっています ROE が 8.4%ROA が5.6%ということで稼ぐ力はあると言えます前抜きの配当は50円で配当成功が43%でした今回も50円の予想で利回りが2.6優待利回りの2.1と合わせて 総合利回り4.7%となっています内容から見て魅力的な利回りだと思いますそれでは今回は9月が権利確定の株主集大銘柄のうちカタログギフトなどをもらえる銘柄として新日報空調、ミーチュアル、鈴木電機、堺、日本関材を紹介しました 皆さんは今回紹介した銘柄についてどのようにお考えですかご意見など、年々コメントお待ちしています。それといつも高評価ありがとうございます。とても励みになります。これからも皆さんにとって有益な情報を発信していきますので、チャンネル登録をしていない方はぜひ登録してください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もお楽しみに。バイバイ。